もともと先々代祖,祖父が、えー、浅草の方で包丁屋を営んでまして、えー、で祖父の時代から、えー、チョッパーっていう皆さんがハンバーグとか、えー、食べるひき肉の機械を作り始めてで、まあ、お肉関係の食文化が変わるとともに、まあ、父の時代からスーパーマーケットコンビニができまして、まあ、そういうところに、えー、ひき肉の機械であったりショッピング機械を収めている会社です。 東日本大震災を経験したときに、まあ、うち仙台にも営業所がありまして、まあ、仙台の営業所の方で、まあ、社員は命は無事だったんですけども、まあ、被災であったりあのお客さんの、まあ、災害状況を見て、まあ、備えが足りなかったなっていうのは常日頃からありまして、まあ、少しずつはあ備蓄は自分なりに会社としてしてたんですけどもあの今回 BCP があるよってことを仲間のうちから聞いてじゃあ今回これを。 きっかけにもう少し備えをためようかなっていうのがきっかけとなりました基本方針としては社員が無事にで社員の家族が無事にで落ち着いたら、えー、今後のことを考えてお客さんにいかに早くサービスを届けられるかっていうことを中心に考えました、えっと、BCP の意識の中であのまず社員が無関心というか えーまあ、仕事を明日の仕事が忙しい中で起きてもいない未来のことを考えることがやっぱり社員の意識としては生まれてこないっていうのが一番でした。で、えーまあ、今回こういう、えー、ルール作りという形で流れを作ったので前話した時よりは聞いていただけるような形になりました。今回 制定した計画書に沿ってやればお客さんに早く、えー、サポートにできるっていう自信も生まれましたし、まあ、それを踏まえてお客さんに説明することによって安心して、えー、弊社と付き合っていただける形ができたのが、えー、効果ととしてあるかなと思います、えっと、今回あの講師の方で来ていただいた方が、えー、とてもその災害に対して専門的な方だったので。 まあ、あの流れは多分他の方でも教えることはできると思うんですけども実際に、えー、大災害を想定した、えー、国,国のプランニングをされているようなプロの方たちが来ていただいたのでとてもあの災害に対して不安だった部分だったり疑問に思っていた部分を、えー、せっかくに答えていただいたんで勉強になりました。はい、今回いいいろんんなももののを購入させてたただでですけども自分の中で、えー 力を入入れて購入したものが、えー、食べ物、えー、寝床、情報、光まずその4つを備えれば心が落ち着くかなっていう、まあ、社員の、えー、心を落ち着かせることが大事かなと思いましてその4つに力を入れて購入をするものを選びました本来は1年周期で決算があるんで会社として。だから社員に配れる1年ちょい 14ヶ月ぐらいの食品があれば買って社員に年末、ね、お疲れ様で今年も何もなくてよかったねって配りたいんですけど探してんんでですすけどないんですよねそういう社員に何か配れたり意識づけできる食品がないかなっていうのは考えているんですよね。